さあ今日は、はい、大幅に飛距離アップしたのを、はい、もう目に見えて全然違うんですけど、はい、まあ、実際にトラックマンで測ってみましょう。今まで、まあ、8番アイアン言ったら大体何ヤードで使ってますか？130から125とか。まあそうですよね、はい、で飛び出したなって言うてから145とか、おお、145とか。それはキャリーで。キャリーです。あー、で145で使ってみてどうでした？届きました？ピンまで145やったんですよ。で、まあ、ちょっとグリーンもそんなに硬いところじゃなかったんで、ピン横まで打っても止まるような。あー、なるほどなるほど。145までやったらちょうどピンハイぐらいだったんで。おー、まあ実際に、まあ、コースっていうのは、まあ、正確にまあちょっと風が吹いたりとかね、ちょっとライがちょっと打ち下ろしてたら微妙にでも、ね、それでも変わります。これはもう平坦な感じで、はい、もうガチで、ね、はい、8番アイアン、いつも練習してる得意な8番アイアンで、はい、もうどれぐらい出てるのか、はい、これちょっと測ってみましょう、はいはい。超えてますもんね、ここで。さあ設定完了。じゃあ別にこうパーンとパワーを注入して打つんじゃなくて普通に打ってみてください。まだやっぱ145って感覚的にはちょっとほんまに行くかなっていう感じはする。いや、行くんですけど、うん、確かにちょっと信用しないかも。そうやね、これでちょっと数字を重ねていって、いやでもその時の145も、いやでもこの数字的には行ってるから、うん、コースになって打てるかっていう感じで行ったら行ったっていう。まあちょっと今が何ヤードやったかもちょっと伏せときますね。はい、そしたらあなた飛距離がちょっと伸びてきた要因に、はい、今ちょっとボクシングやってますよね。やってますボクシングをやってみて、その、まあ、こう教えてもらってね、自分の人たちに会長にこうなんか実際にバーンとこうボールを打つのに、あ、イメージがこれで打ってみようっていうものはあります？ボクシングでこうやって構えた時にバーンって打った後に相手がこうやって来た時に下がるっていうのがある。ああ、なるほど。それをイメージでこうバーンって打ったら戻れないから、はい、うん、体はこう残したまんまっていう、下がるっていう、これをね、その部位をご覧ください。
やってましたね。あれ強烈やね。バックステップしてバーンって打つやつね。なんかこういつでも打つのも大事やけど、こう下がる準備をしとかないとダメなんで、それをテイクバックでこう行って、これやったらもう要は下がれないんですよ、うんうん、だからもうでも下がれるようなこういうのも。じゃあちょっとそれをもう集中してそのフィーリングだけで打ってみてください。これはちょっとシンクったね。いた。キャリー143。おえおお。キャリー143。うん。トータル152。おお。ちょっとね。145やんな。うん。145まで飛ばそうと思うんじゃなくて、もう自分が熱いバチッっていう当たりして、はい、でそれで145よりコントロールするっていう感じです。行った気がする。148。やったー。すごいですよ。やったー、やって。キャリー174。え、そんないった、うんうん、ほいで、いつきせすごいこと言ってたんですよ。今までこう言ってたのが、ボクシング行き出してからどっからでも切り返せるって言ってたよな、うん、あれすごいいいよね。いや、切り返そうと思って、うんうん、だってこの間、スタートにバーンってやってたのも、やってましたね。あれも、どこで鳴らされてもこうね、これができてたら、うん、いける。そうやね、っていう、こういうのはないからね、考えなんですよ、うん。だからあんまりこういった時もこれからやっぱこういう助走やっぱゴルフは取りやすいからね。と これいったんちゃう？こういうことじゃない？そういうことですね。どう？それ言ってなかったらもう泣き崩れる。すごいの出ました今。何ぼ？何ぼ？言って早く。何ぼ？ 178.1 キャリー。トータル194。すごいね。3頭乗る。3頭の17番乗るやん。お5番で。5番で。この間一回ね、やったんですけど、怖くてちょっとカスカッと。なんかやっぱ振っていくっていうことではなくて、やっぱりほんまに大事な力を生み出して、でそこに小さい切り返しでパーン、あの会長のミット思い出して、はい、これ来たんちゃう？どう？ 172.9。なんで？ねえ、なんで174やから、実は良かった。高さも申し分ない。どうや、どうや、お願いお願いお願い、なんぼ？ 178.3。 180はいかんかった。ああ、いいですよ。ちょっともうちょっと練習、もうちょっと練習したらいきますね。もうちょっと構えてください、はい。で皆さん、ちょっと五木選手のスイングの特徴と、ね、イコールこれネイティブスイングのイメージというか、要素なんで構えてください。